つ言わせてほしいんだけどさ、まだ配信始まったばっかりなんだけど、もう10万以上のスパチャが来てるんだけど、意味がわからないんですよ。ちょっとどういうことですか。祭りがまだ配信してない、寝てる間になんでみんな10万以上投げてるんですか。どういうことですか。頭がおかしくなる、元からおかしいのか。赤スパって1万円払えば無料で投げられるんで、みんな試してみ。やばい考えの人おるって。絶対悪い女に引っかかるんでね、できたら祭りに引っかかってください、お願いいたします。あ、ほんとだ、1万円出したら無料で投げれる。頭悪いんかお前。やった、無料だ。金銭感覚おかしい人いっぱいいますね。保険解約してきました。絶対ダメ。あんたもうこれから一生病院に行かんってこと。大丈夫そう。大丈夫じゃないよね。半年に一度、1万円ならセーフですか。お久しぶりです。お久しぶりです。よく言われてますよね。まつりちゃんのガチャ配信の時に現れるスパチャを投げてる人はどこから来てどこに向かっているんだろうって。まつりも知りません、毎回言ってるけど、どこから来てるんだろうね。湧いてくるもんね。赤来た、来てないよ。え、赤欲しい。違う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 、毎回言ってるけど違うよ。ゲーム内の話ですよ。 V にハマったきっかけはまつりちゃんのエペガチャでした。参加できて光栄です。参加できて光栄なものではないからね。バイクのローン始まったんだけど、ばあちゃんがどんなにその月厳しくても祭りには投げろって言ってたから。どんなばあちゃんだよ祭り。そのばあちゃんに今日もらったスパチャ全額返すわ。ありがとうございます。明日買うもの、ひき肉、玉ねぎ、パン粉、ナツメグ、シャーシン。何を作るんか全然わからん。でもメモするんだったら1時間で消えてしまう赤スパよりツイッターとかの、祭りのツイッターのリプライとかにしといた方がいいんじゃないかなって思いますので、オルタネーター装備させていただきます。プリングス食べたい。だからツイッターじゃねえんだってここは。今日に関してはスパチャが多すぎて、もうすでに実は100を超えているんですよ。意味がわかんない。まだ配信始まって10分、配信始まって10分で100ってことは、祭り今日1時間配信したら600万稼ぐってこと。いやー怖いよー。まあ、単純計算、今のところ時給600万の女なんで。ちょっと怖いよ。さあ始まったな、やってやろうぜブラザー、スパチャの雨を降らしてやろうぜ。はははあんたに関しては自分らでは、ちゃんと大砲ウルト使ってくださいね。赤スパというウルトはいらないのでね。記録は超えるためにあるんだよ。超えなくていいよね、もう十分なんよ。もうみんなは黙って見てるだけでいい。600万分の1、ありがとうございます。ありがとう。来月ボーナスだから実質無料で投げれるんじゃない。ああ、ほんとに。じゃあ、いっとく。いっとかない、いっとかない、ならない、ならない。最近ね、ノリツッコミを覚えました。切り抜き見て祭りについに参加できて嬉しいです。もう財布の、財布も口座もすっからかんだけど、赤投げるぜ。ダメでーす。でももう返しません。初見初スパです。学生の月一のお小遣いを前借りしてきました。来月から苦しいですが頑張ってください。頑張るのは多分あんたや。お母さんに謝っといて、とりあえず頭下げといて。うん、親にビンタもらって正直賞金になりなさいって言われました。ほっぺと心が痛いので慰めてください。全然反省してないじゃん。あんた全然反省してないな。赤スパと聞いてやってきました。赤スパを送ると祭りの胸が大きくなると聞いてきました。ちょっとみんな待ってね。なるほどね。みんながじゃあ今まで投げてくれた大体260万ぐらいですけど、今ちょっと確かめてみましょうかね。もうそんだけ投げられてるってことは相当ですよ。今聞いた ?260 だって。これが260万の重みだよ、みんな。ね。どうかな?ペッタイやないかいって。アンチか。
スーパーチャットを発見。素敵よね。レベル5よ。確かに赤はレベル5だ。無理すんなよ。ありがとう。推しが配信してるので、後で切り抜き見ます。待って。あんたのアイコン夏色祭りなのに推しが配信してるので、後で切り抜きで見ますってどういうこと？間違えたのかな？コメントする場所間違えたのか、ファンチか。ファンチかな？なんで壁映してる時間あった？いや、映してないけど。祭りの胸なんだけど、それ多分。待ってくれー！クレジットカードが止まった！こっちは。たとえ世界欺く答えだとしても信じて差し出す。